金結の変は、室町時代の過吉3年9月23日夜に、京都で起こった、御花園天皇の金結への襲撃事件。吉野朝廷復興を唱える勢力が、御所に乱入し、三種の神器の内賢治の二つを奪い、比叡山へ逃れたが、26日までに鎮圧された。幕府は、宝剣の奪還には成功したが、神事はそのまま奪い去られた。 カキツの変という呼び方もあるが、カキツ元年の主語、赤松光助による六大将軍、足利義則の殺害事件、カキツの変と混同を招くため、避けられる傾向にある。県武三年、延元元年に、五代醐天皇により開かれた南朝は、三代将軍、足利義満時代の明徳三年、元中九年に、明徳の和訳が行われて、 名目上は解消された。しかし、室町幕府が役場をほぼ履行しなかったこともあり、その後も南朝の行員を要する五南朝勢力は、室町時代を通じて登場し、反幕府勢力とも関係して活動を続ける。一方で、かつての北朝側では、五小松天皇の直系が断絶して、伏見の宮家から、 御花園天皇が迎えられるという事態が起こっていた。その上、室町幕府では、恐怖政治による、中央集権化を目指した六大将軍、足利義則が、柿津元年6月24日に守護、赤松光介によって殺害されるという大乱があった。柿津の乱は9月10日に鎮圧されたものの、火種は確実にくすぶっていた。森茂暁暁は、 金結の変の予兆を示す傾向として、以下の二つを指摘している。こうした幕府の空白期間を狙い、下吉三年9月23日夜、五南町の軍勢が放棄した。上泉園に200、300の軍勢が集ったが、甲冑で完全装備した武者もいれば、兵具を身につけていない者も,もいる雑多な州だった。変の首謀者、実行犯は以下の通りである。 五南朝軍は変の事前に、室町幕府の御殿である、室町殿を襲撃するという噂を流していた。ところがそれは、室町殿に足利軍を引きつける計略であり、23日夜、警備が手薄になった土見門東道院殿を襲撃。五南朝軍のうち34十人が、清涼殿に押し入って火をつけ、釘の官路寺を野鳥。 四つ辻き春らが果敢にも立ちを取って応戦したが、武士にはかなわず、奉献と真珠は奪い去られた。五花園天皇は、海よく、この絵台に避難することができた。五南朝軍は、その後、比叡山に逃れ、東東根本中道と、斎藤釈迦道に立てこもった。三門に登ったのは、現行の吉礼つまり、五醍醐天皇の先礼を模したものだとされる。 しかし、同24日、御花園天皇から、京都追悼の臨時が出ると、比叡さ山は、室町幕府に着くことを決め、官僚、畠山も地国が派遣した、幕府軍や、御南朝への協力を拒んだ山和によって、御南朝軍は25日の夕刻から26日の明け方にかけて鎮圧された。一味のうち、金蔵と、日の有光は、この戦闘で撃たれた。 実動部隊の将である、楠木正武も25日に戦死している。変が小規模のうちに鎮圧されたのは、ほぼ完全に、比叡山森聖院の功績であり、9月29日には、室町幕府が書上で正式に称賛している。この事件は、京都の公家、武士を侵犯させ、関門日記孔富樹、四五記、斎藤はじめ館大乗院日記目録等、 当時の多くの日記に記載された。ただし、最も情報の多いはずの縦打ち機が、この月の記録が散逸しているため、事件の詳細を知ることが難しくなってしまっている。幕府は変に関与した者を捉えて、処刑あるいは流罪にした。28日には6条変わらので、日のスケチカ以下、捉えていた者たちを処刑した。10月2日には、 漢樹門関の門主である共存も、この辺に関与したと疑われて逮捕された。そして、皇族である通りゾースは死刑を免ぜられ、四国へ留在とされたが、当時執行日記によれば、10月4日、道中の摂津大田で、原林なる者に暗殺された。ところが、漢人の総大将である、源の武宗のその後が不明である。関門日記は、 南方人種と称する人は、変で撃ち取られたとし、当時長者部人も一ち二任説を支持するが、孔とみきは、逃れて、行方不明になったとするなど、情報が錯綜している。14年後に、小六の変で暗殺された後南朝の次天皇が、源の武州の後の姿という説もあるが、定かではない。天皇家や将軍家と、 隕石関係にあった日野伏がご難聴に組みしていたこともあって、事件は幕府内に憶測を招いた。この事件単体で見ると、即時鎮圧されたこともあって、小規模な戦いのように見えるが、政界の大物である日野が自ら動いた以上は、一定の賞賛はあったということであり、関門日記では、山梨や細川氏といった有力守護の関与が疑われている。 奪われた神器のうち、後に、剣は、清水寺で発見され、朝廷に返却されたが、その経緯がまた奇妙である。清水寺の僧侶を自称する、新月傍小桂羅という、誰もその蘇生を知らない謎の人物が、9月25日早朝に、清水寺に捨てられているのを発見したと言って、届け出てきた。剣には、付け札があり、三種の神器の一つだから拾った人は、 大切に返却してほしい。そゃ役に扱ったら神罰が当たってしまうからというような内容が書いてあった。発見者の小勝らの身元を疑う向きもあったが、こうがあるということで深くは追求されず、処刑された日の塩親の領地である、身の国可能座と与えられた。ところが、清水寺で発見されたのではなく、実は、比叡山から発見されたのではないか、という説もあり、 源の武る衆道用その経緯が曖昧である。真珠は持ち去られたままであった。これは、壇の裏の戦いで消失した後再造された剣や、火災にあった心境よりも、原型を保持している真珠の方が、五南朝から重視されたのではないか、という説がある。朝廷、室町幕府には、衝撃的だったようで、10月25日には当時で、 神事ご出現の祈祷が行われている。この事件により、神義の守備は、以前より厳しくなった。神南寺は、約15年の間後南朝の元にあったが、長六元年に、下吉の乱で没落した赤松氏の維新が最高を、目指して、後南朝より奪い返し、翌年には、北朝の手に戻っている。赤松氏は、 赤松正則の家督相続を認められ、加賀半国を与えられて、最高を果たした。ありがとうございます。